さあ、ちょっとね、食わないつもりやってきましたけどね。さあ、それで、結局食わない駅から名古屋まで出るんだけど、今日はね、川中から名古屋まで行こうと思うと、でまあ、いつものことも JR にするか、近鉄にするかで迷うところなんですけど、まあ、今日はね、近鉄で行こうかなというわけでございます。で、ちょっとね、ちょっとね、人が多いんでね、まあ年末ですからね、結構お客さんで混雑しとるもんで、ちょっと、テロップでね、多分入ってたと思いますけど、実はね、桑名からね、名古屋行く場合には、往復で買うとね、安くなるよっていう、近鉄の方はね、こういうのがありまして、通常だと450円か100円ね、高い。ですから450円だと、往復すると900円ですもんね。ということでね、結構価格差がね、あるところなんですけど、実はこの桑名から名古屋だけはね、こういったね、企画乗車券、なんていうの、ここ企画統括券なんですか、いや、企画乗車券でいいですね。で、こういうのがありますと。いうことですね。で、往復で760円なんで、そうすると片道380円ですね。ですから、まあね、JR よりはちょっとお値段は、プラス30円になりますから、でもだいぶね、そうすると価格がね、近寄ってきますからね。で、言うとったら普通の名古屋市 JR の方来ちゃったら、まあまあまあ、近鉄の方は、ここからまで、まあもういいとるで来るはずなんでね、これで行っちゃいましょう。よし。とりあえず、どっちを通せばいいや、こっちか。これで行ってみましょう。よし。やっぱ裏返りね、こんな感じになるんじゃ。で、こっちか。よいしょ。名古屋本で。あ、S2ダイヤか、こっちか。2分の急行があるから、よし、じゃあ急行で行っちゃいましょう。こっちから来ちゃったからな。名鉄はこっちか。
よいしょ。そう、普通の乗り換えやったらね、連絡口がありますから、そっから行けばいいんですけどね、ちょっとね、お手洗い借りたかったのと、今回はね、弱電車券使わないといけませんからね。さあ、どこで帰るのかな、ここで行ってみるかやろ。